OK。 はい、はい、これでもこのままそれでさらにスプーンで、はい、入れてください。火つけてね、熱いから、はい、うわピッと弾かんようにくる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 ゆっくりと回してください。え、でも意外とやっぱ重い、ずっしり。え、ピンって弾くから気をつけてください。え、そうなんですか。そうなんですよ。え、下がめちゃくちゃ重いです、うん、やっぱルーが入ってるからですかね、はい、で、そうやって回してるうちに柔らかくなって、え、結構重たい、重労働ですね。全身使わんと回らへん。腕だけの、小手先じゃ無理ですね。自分の感じでやってください。はい、ナリアからもうすぐ分かります。僕は実際回してみてどうですか。重たいです。重たいですし、ずっしり感あるけど、でも確かにこう回していくと軽くなってはきました。はい、全部溶けます。溶けてますね、はい、溶けてる感も感じられる、はい、あとやっぱ確かにカレーの匂いめちゃくちゃつきそうですね。そうでしょ、うん、熱いのもしょっちゅう、しょっちゅうもう、持ち帰りのルーくくってる時でも何回も失神しそうだった。熱くって無口になってきたよ。まだ3分ぐらいしかやってない。いいですか、ちょっと疲れてきた。え、はい、ガスの一つコップをまっすぐしてください、はい、あ、これですか。はい、まっすぐ、まっすぐ、はい、はい、今はちょっと弱かったのでね。これ強めたんですか。はい、へえ。これ肉なんですが、はい、これ入れてください。声で驚きますね。入れてやわかったらいいわ。注入かしたらピーンと飛ぶから。え、もうボール入れていい。入れいい、全然いい。優しい。はい、OK。ありがとうございます。はい、さっきよりとろみついてきました。でもすごい。ちょっといいですか。あ、はい、ちょっとやっぱりどうしても心配でました。全然違うわ、動きが。そらね。そうそう。そらもう。何これ。全然違うやん。あ、そうでしょ。郵便局どっちはこっち見てたり。どこ飛んだ。くるぶし のこのアキレス腱。そこ空いてるからまた。あら、ほんまや。あ、余計にあのストッキングがあって暑いね。あ、全然、え、全然、え、今まず大げさに言いました。絶えず、ね、はい、そういうのあるんですよ、はい、もう必ずやっぱりこの暑いもの触ってるもんやからね。それはまあ仕方ないですよね、正直。ほんなら、キャー言われたって。それはしゃあない。今めっちゃ大げさに言っただけ。全然熱くなかった。